原発の新しい規制基準に基づき、再稼働に向けて申請のあった5つの原発について、原子力規制委員会が安全審査を開始しました。免震重要棟等も、この高台に設置する予定としてございま指揮命令台系と、それからあの作業者の退避場所としての適切性と、こういった観点から確認させていただこうかなというふうに思ってございます。 原子力規制委員会はこれまでに安全審査の申請のあった6つの原発のうち鹿児島県の九州電力仙台原発や北海道電力の止まり原発など5つの原発について運営元の電力会社4社から新基準に適合しているか説明を受けます佐賀県の玄海原発は今日の会合に間に合いませんでした今後、原子力規制庁の職員らが20人ずつ3チームに分かれ それぞれぞの原発を詳しく調べる方針で、審査には短くても半年かかる見通しです。